はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、ビバプレジデンテミッションマットからやっていきたいと思います。期限内に各保有国になれということで、マップはバオバオになります。でバオバオはね、前回結構発展させてお金も貯め込んだんですけれども、まあ、お金に関してはね、マップが切り替わるたびにまた最初からなるんで、あとはどれだけ輸出してお金を稼げるかというところですね。レオンが死んだ。だがその死を悼んでいる暇はない。世界を救わねば。アメリカとソ連の軍備競争は世界中を巻き込みながら危険な領域へと突入し、いつ暴発してもおかしくない状態となっている。この状況を緩和するには一国だけが抜きんでることは不可能だと知らしめるしかない。つまり各々が相手を破滅させられるだけの力を所持し、それを互いに認識させるのだ。そのためには私も核兵器を持つ必要がある。その抑止力こそが世界平和を維持するための手立てとなるだろう。マット、アメリカの戦艦シークレットプランが我々の海域に避難してきました。船長は世界大戦の勃発を避けるために核ミサイルの発射を拒否し、そのまま軍務を放棄したようです。今この瞬間もベイソ両国の海軍がカリブ海へと集結しています。侵略と全面戦争を避けるためには我々も核武装するほかありません。事態は混迷を極め、いつ第三次世界大戦が勃発してもおかしくない状況です。核を搭載した戦艦が逃走している現在の状況と比べればキューバのミサイル危機など時期に等しいものです。というわけで、目的24ヶ月以内に核ミサイル施設を建設する、失敗すると第三次世界大戦が勃発しますと、ありますけれども、まあ、24ヶ月はねタスクをこなしていけば、まあ、どんどん遅らせることができるので、まあ、そもそもまずね核施設を作れるようにならないといけないんで、これですねもうだいぶ先っていう感じなんで、まあまずは石油あたりから開発をしていきましょう。で開発ポイントねちょっと稼ぎたいんで、お金は2万円からスタート、ちょっと減ってるけど。で収支すっげえな、27万5166円もプラスになってんの、半端ないな。とはいえ今現在はお金がないんで、とりあえず観測所を1個だけ建てましょう。研究ポイントをねどうしても稼ぎ出さなきゃいけないんで、ここでいいかな。ちょっと待って、空いてるところどっかある、スペース的に何を観測するんだっていう話だけどね。高地がないからね、ここのマップは。まあいっか、ここら辺でこっちにしとく。なんか割とどうでもいいとこで悩んでんね。まあいいや、ここに置いとこう。で、じゃあ時を進めましょう。輸出、あと輸出か。リスナーのみんな、今こそ立ち上がる時よ。私たちの自然やライフスタイルを破壊しようとする連中がいるなんて知ったら、さすがの私だって黙ってはいられないわ。まあ、勝手に余ってれば輸出してくれるんで、大丈夫でしょう。だって主張してるの。まさに世も末だわ。船が割り当てられてない、こう切ると。まあそうなんだけどさ、いいのがないんだよね。てか金減ってると思ったら増えてきたね。5万8000円とか一気に増えたな。よし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 。みんな環境保護を掲げる人たちの仲間に、では図書館を一つ建てましょうか。加わった人たちには全員どうしようかな。ここら辺を少し発展させていく。じゃあちょっとここら辺農業地帯になってんだよね。観測所がそもそもさ、研究ポイント 25% 増加、 OK。 あと図書館なんかこちら辺にあった気がするんだけど。プレジデンテ、強大な2つの勢力による侵攻を遅らせたいのであれば、この私にお任せください。軍隊や政府のような国家機関の効率を落とし無力化させることにかけては私以上のやり手はおりませんということで、ペネルティーモが侵略を遅らせる方法をいくつか提示します。これ銀行か。あれどれだっけ、これ大使館、これ図書館だ。研究部門やりましょう。ちょっとタスクが発生しているので見ていきます。プレジデンテ、問題を解決する方法が見つかりました。まあ根本的にとはいかなくても一時的な解決策にはなるはずです。
それは何かって？石油ですよ。石油を輸出する国が侵略されそうになると必ず国際社会からの反対の声が上がるということで、石油を5000ユニット輸出する、侵略が24ヶ月遅れますと。まあやりましょう。プレジデンテ、我々がすでに核兵器を保有しているとアメリカ海軍に思い込ませる方法を思いつきました。ウランを大量に採掘して、これ見よがしに町中を運搬するのです。で、ウランを1200ユニット輸出すると。ウランはこっちの方にあったよね。ちょっと一回時を止めて、そもそも石油があるんだけど、石油はまだね、開発しないといけないから、まあ、次なんだけど、ここら辺がウランか。ウラン、こっちもあったよね、ウラン。鉄、少し、じゃあこっちの地方に道路を広げますか。お金はね、10万円あるんで。ここ曲がってんな、道路。まあいいや。え、なんかすげえ曲がり具合になっちゃったけど、え、ちょっと待ってなんかやだ、なんか。よし、これで伸ばしていきましょう。ちょっとずついかないとね、曲がるからね。で、どこだっけ。まず石油があるから、石油はつなげておこう。ほいっと。で、もう一個石油あったよね。石油何ヶ月で解禁できるって書いてあったっけ。こっちまで伸ばして、で、あとはここ、これなんだっけもう全然適当で、ここもあれ、繋がってないな。ちょっと一旦全部こっちまで道路伸ばそう。よし。で、ここつなげるでしょ。だとここもつなげるでしょ。あとはここか。ここもつなげたいけど、なんか道路大丈夫か。 OK。 で、ただ石油はまだ開発しないで、ウランもね、確かね、開発しないといけなかった気がする。そうだよね、核の平和利用の研究を行う必要がありますと。とりあえずつなげただけか。あとやっぱり研究だね。ちょっと時間を置いて、まずは石油、石油がどれくらいか見てみましょう。あと5ヶ月か。あと5ヶ月待つしかない。ひたすら待つ5ヶ月経過するまで。あ、あとここにも石油があったね。あれ、なんか立ってる。レストランがここに立っちゃってる。ということは、ここから道路をつなげていきましょう。ほい。で、石油ができたら石油を一気に輸出しましょう。これなんだっけ、ボーキサイトか。道路を少し区画整備しておこう。こうと、ここもつなげておきましょう。あと、ここも行きやすいように、要は来たらね、こう往復して戻らないといけないっていう、こう回っていければ多分道路的にも行きやすいと思うんだよね、俺の勝手なイメージだけど。残り15ヶ月になってるけど、大丈夫大丈夫、石油を輸出すれば一気に伸びるから。あれ、研究ポイントまだ、ちょっとあと1ヶ月。ガソリンの源となる石油を発見しました。トメピコの車はもはや謎の魔法的力によって走る必要はなくなったというわけです。これは大儲け間違いなしでしょう。より安い価格で石油を売ろうとする国が現れたら、爆撃して侵略してやるのみです。ユイと石油精製所がアンロックされました。石油と天然ガスが利用できるようになりますと。 OK、 ちょっと一回止めましょう。で、まずはこれですね、これ。べちょっとやって、ここも、べちょっとやって、あともう一箇所あったよね、こっち。
ここも、べちょっとやって、あとは石油どっかこれさ、よく見ないとさ、いつの間にか石油がね飛び出てるところがあるからね。で、なんだっけ、これか、沖合の油田から石油や天然ガスを生産する。これがよくわかんないんだよね。沖合の油田って何、こういうの、このもやっとしてるのがねたまにあるんですよ、その海のとこに。これは違う、ちょっとねよくわかんないんですけど、とりあえずここに1個港を作ろう。こっちから輸出をできるようにしておきましょう。この角度でちょっと港作りたかったんだけどな。港とかねマジで配置が難しいから、もう毎回毎回苦戦する。まあいいや、ここで2つ稼働させるか。もういいや、ここで。で、あとじゃあ1個、この石油精製所、これも作っておきましょう。真ん中、今1個できたね。どこだ、ここ。電力の供給範囲外です。あ、マジか、電力を必要とするのか。もう1回これつなげちゃおっか。はい、ここは伸ばしておこう。あ、間違えた。で、こうの、こうの、あとここもつなげちゃおう。よし、OK。じゃあここに建設業者と運送業者を1個ずつ置きましょう。ここと、運送業者はじゃあここ。で、またピコンピコンなってたね。プレジデンテ、私は最近アメリカのビッグオイル社の友人たちと秘密裏に会合を重ねています。意外なところに友人がいるなと思ったでしょ。彼らは素晴らしい連中ですよ。気前がいいし心優しいし、我々のためなら何だってやってくれます。彼らはロビー活動を行ってアメリカの進行を遅らせてくれるようです。ワシントンにおける影響力は低いようですが、話の分かる政治家たちが多数いると。お金を支払ってビッグオイル社をトロピコに誘致する。侵略が24ヶ月遅れ、石油の価格が低下。石油関連の施設を無料で建設できます。さっき建てちゃったんだけど。まあいいや、払おう。プレジデンテ、ビッグアトム社の重役が。あれ、もう一回？今二回やったってこと？ロシア人たちはあなたと正式な外交関係を結びたがっています。だがそれには条件があるようです。酒を輸出しろということで、酒なんてあったっけ。大使呼びましょう。アメリカで称賛しておいて、でお目にかかれて光栄です。プレジデンテ、私はズワイシュタイン博士。あなた方が核の取り扱いをめぐって世界大戦を引き起こしかねない状況にいると聞きましてな。私のこの幅広い知識を使って危機回避のお力添えができればと参上いたしました。私は帰国の、そして世界の核問題を解決していると。研究の成果ができ次第すぐに報告いたします。はあ、はあはあ、わかりました。ここの大使館でソビエト呼んで、で、あとはなんかここら辺あんまり機能してないな。なんでだ。まあいいか、とりあえず酒を作れって言ってるから。ラム酒は確かなかったよね。ラム酒ってどうやって作るんだっけ。ラム酒、お酒、お酒、お酒、砂糖からラム酒か。砂糖だね。じゃあちょっとまずはここら辺の農業地帯に砂糖を作りましょう。砂糖はこっちの方が良さそうか。じゃあここに1個砂糖を置いて、もう隣も砂糖置いちゃおうか。ここで、ラム酒工場を対面に置きましょう。ほい。で、また時を進めますと。
で、核武装は残り60ヶ月ですね。まあ、結構伸びてきたんで。タスク。プレジデンテ、あなたに仕えたこの長い年月の中で、私が学んだことが一つあります。それは、あなたの尻拭いをすることほど面倒なことはないということです。ひどくね。この国の生活環境をもっと混乱させましょう。そうすれば誰もこんな面倒くさい国に関わろうとは思わないはずです。私に良い考えがあります。バラックです。難民を大量に呼び込めば大量のバラックが作成されます。ほうほうほう、マジか。263名の難民がトロピコに移住します。侵略が12ヶ月遅れます。え、どうなのそれ。まあいいや、難民の到来。バラックって言ってもさ、ちゃんと住居を用意してあげればみんなそこに住むんじゃないかな。ここら辺結構住居があるからね。何気に。で、石油の輸出が始まってくれればもう少し楽になるかな。研究ポイントだね。ちょっと研究ポイントなんだかよくわかんないけど、ここら辺に1個置いとく。せっかくだし、ちょっとここら辺が遅れてんな。金あるからいいや、そこじゃね、建設しよう。ここら辺、これはちょっと電力の範囲外か。港が稼働してくれれば。いや超さ金使ってっけど大丈夫か。タスク。プレジデンテ、自分にとって最も大事な友人とはどんな友人だと思います？それは最も多くの金を貸している友人です。だって大金を貸している友人に不幸があったら困りますよね。信用格付けを最低ランクにする。侵略が12ヶ月遅れるか。まあ一応やるか。信用の格付けってなんかこれだった気がするな。交際だよね。信用格付け、今は A か。これを発行すればいいの？ちょっとよくわかんないや。プレジデンテ、この間見た演劇の内容があなたを侮辱するような内容だったために演技者を処刑したくなったことを覚えていますか？まあいいや。責任者が置けるようになりましたと。これはこれですね、娯楽スキルで、あ、核の平和利用、ウランできるじゃん。あれ、いつの間にウランできるようになった？ということは、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これはもう自動鉱山でいこう。自動鉱山で採掘をしていく。これも自動鉱山でいいや。これなんだっけ？あ、石炭か。いや、石炭も自動鉱山しちゃおう。金はあるんだ。どんどん行こう。で、かつ、予算も上げる。ウランをどんどん輸出しよう。石油の輸出も始まりましたね。石油はどうすればいいんだ？圧力なんたら。環境汚染 30% 増加。効果が20。いいや、やろう。どん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 金を。これバラックじゃねえかよ。こんなとこにバラック建て出したよ。ああ、もう難民が今入ってきたんだね、きっと。なるほど、なるほど。OK。じゃあ難民の、うわ、すっげえバラックが確かに立ってんな。10万円くらいまではちょっとガバーッと金を使っていきましょう。石油が始まってラム酒がまだか。ちょっとラム酒工場どうなってんだ。これちょっと待ってね。砂糖を少し上げよう。この肥料も投入して、この肥料投入して、かつ予算も上げよう。1個よし、 OK。 我々は民主主義の権利、ワンロックと個人の権利、生活監視、自由度が低下して暗殺と追放に必要な費用が減少します。開かれた社会、これはまあ生活監視でいいでしょう。経済構造、計画経済、管理者のいる施設の効果が中上昇、金券政治、スイス銀行に入る収入が 20% 増加します。予算の増減が建物の効果に与える影響が大きくなります。あ、マジか。金をかければかけるほどいいってこと？どうしようかな。これしよう。メディアの独立性、プロパガンダ、
自由度が低下し、デモが起こりにくくなります。メディア機関の予算が増加、あなたへの投票を働きかけます。独立メディア、デモが起こりやすくなります。メディアの自由度が上昇する。投票を働きかける。ちょっと減ってきたね。支持度が 80% くらいあったよね、最初。自動車工場を最初にしよう。で、自動車を作って自動車をね、輸出しましょう。飛行場、こんな感じでいいか。で、研究施設や研究施設。あと、電力か。電力はウランが使えるようになったってことは、これ原子力発電所が行けるはず。一箇所のみ建設可能。18,000円。金があるときに作ろう。こっちは電力が行き届いてるから、じゃあ真ん中あたりに置いとく？ここ。本当いいのかって感じがするけど、ちょっと幅が狭かったね、ここに置くには。じゃあこっちの向きにしよう。遺跡があるんだけど。まあいいや。よし、ここに置きましょう。原子力発電所いくら？ 18,000 か。即立てはちょっと金がかかるから無理だね。あ、で、そうそうそう、あともう一個研究ポイントを生み出しておきたいから、どれだっけ、研究研究観測所、なんかこっちの方に建てときますか。じゃあここに働く人大変だよな。ここまで観測所出勤しないといけないからね。でこっちもちょっと伸び始めてきたから、こっちはリゾート地にしようか。こっちはリゾート地にして、こっちが少しあれだね、発展をさせているところだから、宝石工房、これちょっとやろう。金をつぎ込もう、宝石工房に。空調整備もやって、あとは道路つなげましょう。ここなんとなく、あとは輸出と輸入だ。うわ、すげえ、輸出しかで、輸入しかできないんだけど。金 !3000 円で輸入してさ、宝石いくらで売って、これ安っ、2000円で輸入できんの。家具、ラム酒、ラム酒ちょっとじゃあ輸出しますか。砂糖と魚とかって、うわ間違えた。まあいいか、とりあえずこんなもんで。ピコン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 来るね。おい、っぱる。プレジデンテ、このような暗く憂鬱な時には最も強力な友人を頼るのが一番です。我々にとって最も強力な友人といえばやはりアメリカ大統領でしょう。何せ彼はビールを樽ごと飲んだ後に牛を持ち上げるような男ですから。彼はアメリカ軍最高司令官。電話番号突き止めました。1800。なんて書いてあるのこれ。プレジデントです。直接話しましょうと。これはやればいいのかな。大統領に電話中とか受けんな。これは勝手に電話してくれんの。いやあ、プレジデント。繋がった。そろそろ君から電話が来るのではないかと思っていたよ。さすがの君も単独でアメリカの軍隊を相手にするわけにはいかんだろうからな。だがこの侵略騒ぎは君が思っているよりも根が深い。将校の中に明らかに第三次世界大戦の願っている者もいると。兵士全員に対し侵攻に備えてスペイン語の授業を受けることを義務化させるつもりだ。これである程度は時間が稼げる。進行が12ヶ月遅れますと OK。 いやはや、こいつはどうしたものか。たった今非常に困惑した様子のソビエトの外交官より助けを求められました。陸軍基地を2つ所有しましょうと。アメリカとの友好度が下がるけど、まあいっか。陸軍基地、ちょっとこっちの方に少し軍事施設を建てましょう。全然建ててなかったな、陸軍基地。じゃあこの端、ちょっと待って。
こっちの方に1個建てる？一番端に建てよう。よし。と、じゃあもう一つ。ここに建てますか。最近でもあんまり戦いをしてないよね。わりかし落ち着いてきたのか。信用格付けちょっとやっちゃおう。タスクがあるとめんどくさいから発行する。で、格付けが BBB。信用格付けが4から3になったね。もう一回やればいいのかな。え、ちょっと待って、もう発行できないんだけど。プレジデント、来年は選挙の年です。やりましょう、選挙は。この機会にトロピカ。あー、でちょっと待って、そっからソビエト政府はトロピコとの永遠なる友好関係を表明しました。おかげで。ちょっと待って、ちょっと待って、で格付けを元に戻そう、買い戻そう。ちょ、金の無駄になったかもしれないけど、よし、これでいい。16万円になったね。あー、デモがそうだ、凝ってんだ。2万9000とか高っ。いや、やろう。金で買収だ。今金はあるからね、金はマジで。ちょっと待ってね、ここからさらに自動車工場はあと7ヶ月か。で、ウランとか石油は輸出が終わりましたね。120ヶ月もあるよ、あと10年あるじゃん。全然余裕だなどんだけ伸びたんだっていう。じゃあちょっとまた町づくりをやっていきますか。少しこっちの方を作っていきましょう。まず道路、こことここをつなげますと。いや、これでつなげよう。あ、ここってもう掘り尽くしたのか。こっちの方とかは？ソビエト政府はトロピコとの永遠なる友好関係を。大学とかね、もう一個建てるか。こっちの方にじゃあ学校を建てる。学校建ててないよね。これだって食料雑貨店。とりあえずやろう。予算をぶっ込もう。これバラックだし。新聞社。これもやろう。ぶっ込む、ぶっ込む。で、ちょっと高卒とかの人たちが必要になっちゃったから予算をぶっ込んだ代わりに、高校をじゃあここに建てて、大学をどうする。これなんだっけ。あ、弊社こんなところにもあったんだ。一応近代倉庫みたいなのはやっとこう。あ、金山がなくなった、マジか。え、ここ取り尽くされた。え、全部取り尽くされた、もしや。ちょっと待って、一回時を止めよう。そうすると宝石工場稼働してないね。これはちょっと待って、金を輸入しよう。この金を輸入する。アメリカとの友好度90以上か。アメリカって確かこっちの方にあったよね、大使館が。60、称賛できる。で、76か。あと1年必要だね。ちょっと待ってね。そうすると、普通に金を、まあ、輸入するか、じゃあ。2隻割り当てよう。こっちか。高い。全然高いわ。で、タスクを見ましょう。なかなか厳しい状況ですな。また、アメリカの大統領を呼んでみますか。どんだけ電話してんだよ。ソビエト政府は、我々の外交能力を。あれ、大使館はもう招いてるよね。ソビエト政府はトロピコとの日用品、どんだけ無料で作れんの。宝石工場が稼働してないのは痛いな。私の父がよく言っていました、無知は私福だと。一族に休暇を取らせる。誰にしよっか。じゃあこのセレブリティに休暇を取らせよ。自動車工場、OK、ロシア人たちは、キャビンを4つ。プレジデンテ、この苦難の時にこうして真の友と話せることを嬉しく思う。兵士全員が税関申告を用意しない限りトロピカ侵攻は許可できない。結構協力的だね、大統領。9ヶ月遅れますと。 OKOKOK。 防気サイトどこで取ってたっけ。これなんだっけ。これ防気サイトだよね。てかバラック多すぎだな。
ちょっと一回家も整備しないといけないか。そうすると自動車工場をねちょっと建てたいんですよ。自動車工場どこ、これか。鋼と防器サイト、じゃあここに建てて。鋼ってなんかどっかで作ってたよね、これだっけ。そうだよな。よし、これで自動車が輸出できるんで、あとちょっと家だな。金があるから今のうちに家を整備するか。ここあれだね、また区画整理しよう。ちょっとこのバナナ破壊します。あとどれだっけ、ここら辺って何これ。まあいいか、とりあえずここで一旦進めて、で農園はこっちの方に持ってこよう。農業、砂糖じゃなくてバナナとかは多分あれだよね。そうだよね、緑がないとダメ。コーヒーがいけるか。じゃあここにコーヒーを持ってきて、もろこしは、もろこしもまあまあいけるから、じゃあこの端の方に。ちょっと良くないね。でもパイナップルとかの方がまあいいっちゃいいのか。パイナップルにしよう。ここが若干空いてるんだよね。我々は選挙の結果を受ける。だから家だよ。ちょっと難民が増えすぎてる今。200何人来たって言ってたからね。200何人分の家を用意しないといけないのか。あ、バラックがすっげーわ、ここちょっと。ちょっとこれ何？朗報だよ、プレジデンテ。私を蹴落とそうとした将軍たちを見事に粉砕してやった。やつらもこれで身の程を知っただろう。これ何？アメリカの自由は守られたのだ。選挙の結果が出ました。まずは私からお祝いを申し。ちょっと支持率がやっぱだいぶ下がってんね。これ面か。家だな、家。ここ。簡易住宅的なのを建てますか、じゃあ。ここはわりかしね、農園地帯だからね、あまりね、マンションとかを建てたくないんだよね。じゃあ、ここの区画だな。アパートを配置しよう、まずは。大量に住めるように。じゃあ、アパートを。向き的にはこうだよね。毎回。じゃあ、ここをちょっとアパート、どんどんアパート建てよう。ほい。で、逆側にもここ。アパート地帯にしよう。よし。で、すげえな。作りがすげえな。で、あとは、少し、レストラン。お、じゃあ、あれ、レストランってここに作ったんだっけ？これなんだっけ、これ。牧場牛？これだよ。あ、これ牧場牛か。なんか作った気がするんだよね。もうどこに何が作ってあんだか分かんなくなってきたかんな。まあいいや。金はあるんだから。レストランもじゃあここに作りましょう。じゃあこの向き。で、かつ、もう少し何か建てたいね。食料雑貨店も一緒に作るか。ここはちょっとそういう区画にしよう。ここ。あとは診療所？あ、病院置いとく。病院置いとこう。ホスピタル。ここでしょ？警察署は大丈夫なはず。うわ、ちょっとダメか。いや、でも緑だから大丈夫だな。で、あとは、じゃあ、進行の場。新聞社も置いときますか。じゃあこの向きで。ほい。建設が半端ないね。建設業者が稼働できてるか、この量。我々と偉大なるソビエト連邦との間には。ソ連の代表団か。まあ、なんかそのまま普通にやっちゃったけどさ。
賞賛はまだできない。ちなみにさ、今どうなってんの。うお、収入が半端ないな。宝石工場がまだ稼働してないか。あ、でもここの宝石工場は稼働してるよね。金の輸入がどうなんだ。港って何かあったっけ。あ、ちょっと待って、港の、あ、一回止めよう。港の積載量オーバーしています。予算を増やすか、港を増設してください。マジで足りないんだ。足りてない、そんなんあるんだ。ちょっと待って、じゃあ港を一気に置こう。こっちの方とかさ、あんまりもう使わないと思うんだよね。でここに港を置いて、ここも置いて、港を3つ増設させよう。で道路をつなげないといけないんで、まず一旦こっちの方まで伸ばしますと。あとは縦に、ここから伸ばす。でここも伸ばす。でここもう狭っ。これってどこまで伸ばせんの。ここまで伸ばせるか。ってことはこっから、あ、しまった、ちょっとあれになっちゃったけど、こっからこうか。うん、いや、これで。で、あとは、なんとなくこっちもつなげておきたいと。え？つなげらんない。こうでしょ？あとは、こう。よし。で、いや、ちょっとバラックが半端ねえな、ここ。マジでバラックが半端ない。じゃあ、ちょっと、あれ？これ何？え、この赤いのなんだっけ、人だっけ、単なる。ここにも建てるか、住宅を。高級住宅は無理だから、一般住宅でいっか。やっぱり一般住宅が一番無難なんだよね、なんだかんだで。ちょっとバラックには退去してもらって、ここら辺まで作るか。おお、これもだってアパートがあるしね。いや、バラックちょっとやべえわ、これ。で、高級住宅街は、やっぱり宮殿の近くにしたいよね。ここがだいぶ空いた。だいぶ空いたけど、ここ道路つなげらんねえじゃん。道路がつなげられないか。これ何？発電所とかこんなとこに建てちゃったんだ。まあ、しょうがないよね、でも。マンション建てよう、じゃあ。あ、待って、アパートになっちゃった。ここはマンションを建てよう。マンションの向き。いっつもわからないマンションの向き。これがね、どっちなの？こっちが表か。よし。じゃあ、ここに、ちょっと待ってね。こうやって置こう。こうやって置いて、ここにも一個置いて、で、道路を、待って。道路を、ここから、つないで、で、こうでしょ？で、あとは、ここも、伸ばして、こうでしょ？で、ここを、つないで、あと、ここにも、マンションを建てましょう。向き的にはこうだっけ。もういいや。よし、 OK。 じゃあまた進めましょう。15万円あるね、まだ。ただいや、ちょっと広すぎだな、これ。もう訳がわからんわ。自動車工場、農業用車両、いいや、とりあえずやろう。フィルターもやろう。原子力発電所、これもやろう。環境汚染が少なくなる。プレジデント、食パン、こいつ、はい、スーパーマーケット OK ですと。観測所も研究ポイントを増やしましょう。で、スーパーマーケットができたって言ったから、じゃあここら辺にスーパーマーケットを作る。せっかくだし。どれだっけ、スーパーマーケットって。スーパーマーケットはどこだ。あれ、ないな。
どこだ本当に。ああった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 。あとこれ電力使うんだ。まあ、いっか。なんかスーパーマーケットってさ、どっか置いてなかった？あ、そんなことないよね、でも。ここはもう、ここまでしか絶対できないんで、スーパーマーケットここに置きましょう。ここのマンションの人たちがね、スーパーマーケットに来れるっていう。で、こことここの道路、つなげられそうだね。いける？いける。よしよし。で、ここに、一般住宅建てよう。いけるかな？いけそうだね。一般住宅の向きがわからんけど、これでいいはず。ここにも建てられるね。よしよしよし。ところ狭しだな、本当にここは。ここもバラッカー。税関は金をかけよう。これはなんだっけ、港か。港の積載量ってどうなってるの？もう一回見よう。オーバーしてる。本当に？どういうこと？マジで？一個増やす、ここ、港。ちょっと、よくわかんないな。ここにして、で、道路を、じゃあ、つなげましょうと。こっから、こっち。鉄はまだ全然取り尽くしてないね。防気サイトもいけると。石炭とかもあるよね。これなんだっけ？石炭だよね。よし。あー、待って、宝石工場が今度こっちが稼働しなくなっちゃったな。足りてない。輸入する金をもう少し。港が足りてないのか、そもそも。建設業者がやばいな。あんまり稼働してない。もう建てるのが多すぎだからね。アパート、電力が全て近代化。8万円もかかる。それさすがに無理だ。あとはキャビンを新設する。そんなんあったね。キャビンをじゃあ作りますか。4つ。キャビン、キャビン、これか。うわ、真っ赤っかじゃん。ここら辺。こっちの方にキャビンを建てないとダメなのか。じゃあ少しリゾート地を広げましょう。こっちの方に道路を持ってきて。で、じゃあこことここをつないで。で、キャビン。こっちの方に建てましょうと。キャビンって何なんこれ。縦向きか。じゃあこことこんな感じでいっか。ソビエト代表団ってどうなの。わ、石炭マジか、枯渇した。ちょうどこっちに来た時に。代表団できるね、やろう。本当にソ連にする必要があったのですかな。マジで。代表団を送るならもっとどこか暖かい国にした方が良かったのでは。病院を2つ所有する。あ、もう1個か。プレジデンテ、飛行場、我々は空を飛ぶことに成功しました。はい。ただね、石炭が枯渇してしまったんで、石炭を輸入しますか。防気サイトはまだあるよね。で病院よ、病院。ここら辺どうなったっけ。オペラハウス、警察、食料、礼拝堂。これは新聞社だから、これ銀行でしょ、図書館でしょ。じゃあ一個病院を作りましょう、ここら辺に。まあ、ここが空いてるんで。どういう向きだ、病院は。これ後ろっぽい。あ、こうか、ホスピタルって書いてあるからね。こっちはここに置きましょう。あとは建設業者頑張ってくれないと。ここら辺もまだ建ててる最中だからね。ここの道路もつなげちゃうか。
ほいっと。で、ここもつなげて。病院ができればとりあえず。でもどこ？喜ばしい知らせです。天然資源を建設物2つ無料で可能。スイス銀行に15,000円。移民、ちょっと移民は今いいわ。建設計画これにしよう。デモがどこだ？ソビエト政府はトロピコとの、アメリカがミサイルの一部をトロピコに保管したがっています。廃棄物処理場3つか。まあ、確かに廃棄物処理場って今必要っぽいからね。この際に作っておこう。廃棄物処理場どこだ？廃棄物処理場あったあったあった、これだ。汚染減少、これやばいよな。ここら辺多分めちゃ汚染されてんだな。ここはそうか、電力会社があるから。多分電力会社があるところは結構汚染がひどいと思うんだよね。まあ、ここに作っておこう。てかそう考えるとさ、ここら辺のさ農地って結構ひどくないか。あ、防気サイト、マジか、取り尽くされた。だいぶ資源がなくなってきたね。うち防気サイトもじゃあ輸入する。輸入してもね、自動車はねプラスになるはずなんだよ。こっちは環境汚染余裕だよね、やっぱり。1個こっちに作りたいな。どっかある？この電力が結構厳しいんだよね多分。ここら辺で空きがないんだよな。空きがこことかって、あ、ギリギリいけんな。スーパーマーケットの横に廃棄物処理場があるってすっげえ嫌だけどな。まあいいや、死の子の言ってられん今は。あともう一つ、こっちの方に一つ置いとくか。ここだな、じゃあ。あ、でもここってさ、ここに置いてあるけど。あー、まあいいや、やっぱりやっとこう、ここに。なるべく網羅しよう。こっち。ちょっと離れちゃったか、道路から。まあいいか。で、バラックの数がちょっとマジで半端ないからな。じゃあ道路を。あ、待って、大学って作ってなくね、俺。大学を作ろうみたいなこと言って、高校は作ったんだけど、大学が作ってない。いや、忙しいわ、ちょっと待って。あと97ヶ月でしょ、だってまだ全然余裕だね。驚愕の事実が判明しました。あの一見なんてことのないガラクタの正体は、これはソ連のミサイルだったのです。アメリカの有効度を上げたいんだけどな。アメリカに引き渡そう。で、そうすることによって、あれ、金の輸入がなくなっちゃった、もしや。あ、金の輸入あるね。よし、これ金を輸入しよう。で、これはちょっと下げよう。で、こうでしょ。よし、これだけ金を輸入すれば宝石工場も多分稼働するはず。あとは港だね。幸福度もでも上がってきたね。ここに高校作ったから、高校と大学はなんとなく近くに置きたい。ここにしよう。じゃあ大学は。で、これなんだっけ、これ宝石工場か。もうちょっと住宅地を増やす。我々は綿密なテストを繰り返しな。ソビエト政府はトロピコとの永遠なる友好。もう少しじゃあ増やしますか。アパート、悩むな。ここはちょっと道を作っておこう。こっからこっちにかけて一つ道路を開拓しておいて、
って廃棄物処理場の近くの家はなんか地価が落ちそうな気がするけど、一般住宅にしよう。これさ、一般住宅にすら住めない人とかって出てくんのかな。簡易住宅とかもある程度用意しておいた方がいいのか、それともそんなに気にする必要はないのか。地下一般住宅を電力化、住まいの質が20向上か。電力はだいぶ使ってる気がするからな。アパートの近代化、マンションにする。マンションになるの、そういうこと。お、電力化されてるね。しかもで、産業廃棄物場もちょいちょいでき始めましたね。ここら辺はなんだっけ、アパートか。アメリカ人というのはパーティーの楽しみ方をよく知っていますな。嗜好品にしよう。とにかくタダで建てられる。これ何、あ、ラム酒か。こんなところに建ててたんだ、そういえば。あとここら辺はね、家をね置きまくってもね大丈夫だと思うんだよね。ほらこいつらここ歩いてるじゃないですか。核武装が残り88ヶ月か。ちょっと気にしないとね。アメリカ人どもはソビエトのミサイルの分析に苦しんでいるようですな。え、大学研究所、そんなんあるんだ。大使館、称賛しよう。待って、100だし。称賛しよう。ここら辺がまだもうちょっと土地が空いてんね。金も23万になったか。住居だな。マンションを置く場所がないな。ここら辺もちょっと土地が空いてるといえば空いてんのか。少しなんかなんだっけ、庭みたいなの作る、空いてるところ。どうやって作るんだっけ。ガーデン、ラージガーデン、ラージガーデン。多分美観がよろしくないんだろうね、この赤くなってるってことは。じゃあいいや、置こう。ここは無理か。ほいほい、これでなんか少しでも環境が良くなってくれればどう宮殿周りはねやっぱ大切にしたいよね。これなんだっけ、警察か。警察は金をかけよう。教会、地域支援、なんとなくやっとこう。全然効果見てないけどね。レストラン、バイキング形式、キッズメニュー、牛一般住宅、ここが1区画空いてるね。じゃあ高級住宅を建てようと思ったけど幅がない、無理だ。マンション建てる幅がないね。じゃあスーパーマーケット、教会、あ、なんか駐車場みたいなの建てよう。どういう、え、向きが、え、足りない、これも幅足りない。駐車場もわりかし幅使うんだね。ここに駐車場建てられるか。じゃあ建てられるね、よし。あとはこっからここがねつながってないからね。ここにもなんとなく駐車場を行けるかな、無理かな、意味あるのか。これは道路を広げれば、あ、繋がってんね、これは。タスクの音がしたんで見てみましょう。どうも妙な問題を抱えてしまったようです。すべての何これ。我々が隠しているミサイル、アメリカが設計時に犯したミスにより弾道が極めて不安定。トロピコ的ひらめきとでも申しましょうか。弾頭肥料でコーティング、すべての廃棄物処理場の付近にヤギを建設、弾道の爆発を防ぐ。
建造物が爆発しなくなる。残り期間2年。肥やしミサイル。廃棄物処理場って、だってさ、ここもう無理だよ。ここは無理だよ。どうにもなんないよ。ちょっとでもいいの？だってヤギって。いやー無理だよ、これは無理だよ。ちょっと本当に無理。付近ってどういうこと？隣接してればいいの？あー、ここは稼働してない。自動車工場が、ボーキサイトの消費がゼロになってるから。ボーキサイトって輸入してなかったっけ？ちょっともう一個やろう。ここは大丈夫そうだね。よくわかんないけど、ヤギを置きましょう。ヤギ置けって言われてるから。ほい。あとどこに建てたっけ？処理場、処理場。あとこっちか。ここも行けそうだよね。全く問題はなさそうだ。じゃあここは無機的に、無機的に、こんな感じか。プレジデンテ、どうもここさい。で、さらにこっちを進めていきましょう。まずこの核の軍事利用、これをできるようにしよう。で、その後、最悪ね、金出して即立てすれば多分大丈夫だと思うんで、空母に宇宙計画と。よし、これで行こう。で、あっちがすっげえ気になるんだよね。どうする？この軍事施設をぶっ壊すか、それともアパートをぶっ壊すか。アパートぶっ壊そう。申し訳ないね。撤去してもらおう。退去か。退去してもらって、ヤギを、ちょっと待って、煙がすごくて。でも効果とかはぶっちゃけどうでもいいから、とりあえず立てる。とりあえず立てれない。幅がなさすぎるんだ。退去してもらったけど無意味だったね。だってこれも破壊しなきゃいけないでしょ。砦とかいっか、もうなくて。でかいだけだからね。砦はもう戦争が起こらないと。もう今平和維持活動が最優先だから。ちなみにさ、これってどうなの？まあいいや、ちょっと出来上がったら、そう、即立てしよう。500円、どう？あ、近くだ、大丈夫だ。アメリカ人というのはパーティーの楽しみ方をよく知っていますな。どうだろう、ね、なんかスイス銀行増やしていく。改良した大学。プレジデンテ、冷戦はまず。さらに大学ってどこにあったっけ？もうマジで分かんなくなってきた。農業大学みたいなの作んなかったっけ？それって向こうの話だっけ？あ、これだ。大学研究室。さらにこっちにも大学を作ったから、大学の研究室。ちょっと高校も金をかけよう。じゃあ近代教育は無理か。じゃあこちら辺に軍事施設を2つ作りますかと思ったら、そうだよそうだよ、これだよ。鉄と石炭、石炭を取り尽くしたんだよ。鉄か、あと鉄も輸入する。3石鉄、ボーキサイトもやろう。すっげえ輸入大国になったね。いつの間にか輸入大国になってるよ。輸入していろいろ作って輸出するっていう。じゃあ軍事施設をここら辺に置きますか。軍事施設なんでもいいんだけどな。これってさ、刑務所も軍事施設になるのかな。なんかちょっとここら辺の僻地に建てとく。刑務所ってこれどういう向き、こうやって入っていくのかと。じゃあその兵士が隣で見張ると。兵舎に行くか。じゃあよし、 OK。
こら辺はあと稼働してくれればいいだけなんで、核武装まで68ヶ月か。じゃあなかなかいい時間なので、とりあえず、今回はこれで終了して、まあ、お金はね全然あるので、まあ、あとはねできるだけ街を発展させてから次に行った方がいいと思うので、それはまあ次回やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。